富木車塚古墳は、大阪府高石市西鳥市にあった古墳。形状は、前方公園墳。現在では、墳丘は失われている。大阪府南部、篠田山丘陵,陵北西6の定位段丘の先端部に、築造された古墳である。1959年に発掘調査が実施された後、昭和40年代後半に、宅地開発で消滅している。 墳形は前方五円形で前方部を北西方に向けた。墳丘表面で吹きし、埴輪は認められておらず、墳丘周囲に集合も認められていない。主体部の埋葬施設は横穴式石室1機を含む計7機で合計11人が副葬品と共に埋葬される。また首レブにおいても祭祀を反映した大量の聖規群が検出されている。 この富木車塚古墳は古墳時代後期の6世紀中央頃の築造と推定される。有力豪族の家族母として当時の家族構成を知る上で重要視される古墳で被装者は明らかでないが俗に本気などに見えるとの記念との関連が指摘される。泉地方北部では主張母古墳として北軍、南軍の二軍が認められるが、 北軍、南軍にはそれぞれ時期的空白が認められることから、両軍が輪番制で主張になったと推定され、本古墳はそのうちの一つに位置づけられる。古墳の規模は次の通り、墳球はすべて森土によって構築される。主体部の埋葬施設は、公園部3期、前方部4期の計7期。内容は次の通り。ありがとうございます。